旭川34万人のクールチョイスキャンペーン。詳しくはウェブで。子育て支援センターネムの木で親子を対象にしたイベントが開かれました。旭川市では地域や育児仲間の輪を広げ、より良い子育て環境を作ってもらおうと、市内9カ所に子育て支援センターを開設しています。旭川市北斎藤子ども活動センターあそビーバにある子育て支援センターネムの木では、今回ミスター西垣さんをゲストにマジックショーを実施しました。ミスター西垣さんは旭川でマジック教室を経営する傍ら、道内各地の老人ホームなどで出張マジックを行うなど精力的に活動しています。目の前で披露されるマジックに訪れた親子は目を輝かせていました。旭川市内の子育て支援センターでは、工作体験や絵本の読み聞かせなど、季節に合わせた行事などを定期的に行っています。今後のイベントの詳細については、旭川市子ども総合相談センターまでお問い合わせください。今回はですね、アザラシの子供が生まれましたので、アザラシの子供について、ね、紹介したいと思います。まあ、新年度一発目ということで、まあ、旭山動物園開園50周年事業が、まあ、始まる、年ということになります。まあ、その、まあ、新年度一発目で、まあ、非常に嬉しい、ね、ご報告ができるかなと思います。まあ、ゴマフアザラシが3年ぶりに旭山動物園で出産したということになります。まあ、子供に関してはですね、この時期は、まあ、真っ白い毛で覆われて、まあ、真っ白というより、まあ、そんな真っ白じゃないんですけども、ちょっとねくすんだ白になるかなと思うんですが、まずその状態で生まれてきておりまして、まあ、大体3週間ぐらい、まあ、2、3週間で、大人と同じ、まあ、ゴマ模様に全部、毛が変わっていくと、まあ、白い毛が抜けて変わっていくという感じになってきます。まあ、この収録日に関しては、まあ、3月下旬ですので、まあ、生まれたのが3月23日の、まあ、深夜から明け方にかけて、出産したと思われます。まあ、ちょっと残念ながら目視ではですね、出産している状況というのは見れなかったんですけども、朝職員、まあ、担当の飼育員の方が、6時半ぐらいに確認したという状況になっています。まあ、その後ですね、どんな状況だったかというと、子供に関しては、まあ、母親が、まあ、ポチャマルという答えなんですけれども、その母親がですね、しっかりと子供の方を見てですね、まあ、授乳していると、まあ、その日に授乳も確認もできましたので、まあ、順調に子育てができている状況ということになります。まあ、アザラシ館では、自然、こういうふうに、ね、自然保育というんですけども、母親がね、ちゃんと育てていくことを自然保育と言います。このアザラシ館の自然保育という例がですね、まあ、今回で3例目ということで、まあ、その他にも、まあ、生まれてはいたんですけども、残念ながら母親の方がですね、子育てをせずにですね、まあ、飼育員が代わりに育てていく人工保育という形に育てているっていうこともこのアザラシ館では、ね、結構あります。まあ、自然保育でこういうふうに育てていくのが、まあ、5年ぶりという感じになりますので、まあ、本当にね、この自然保育での親子の関係ももちろんそうですし、あとこの成長ももちろんね、親子育てていくと結構面白い、なんていうんですかね、体が本当にね、今パンパンになってですね、母乳っていうので育てていくと、やっぱ本当にすごい力があるんだなっていうのをね、改めて感じさせてくれるものになっておりますので、まあ、そのこの成長というのも温かく皆さんも見守ってほしいというふうに、思います。まあ、4月29日に開園する頃にはもう真っ白い毛ではなくなっていますけども、まあ、
ちっちゃい体でね、泳ぐ姿であったりとか、見ることができますので、そんなのもこれからね注目して、毒をどんな風に大きくなっていくのかなっていうのも注目してほしいと、このアザラシ館では思います。まあ、新年度一発目でねこういう風に繁殖のね、ご報告ができるのは非常に嬉しいなと思いますので、まあ、これからの季節ですね、あの動物たちっていうのは繁殖のシーズンを迎えていきますので、まあ、どんな動物が生まれてくるかなっていうのも今年1年ね、ちょっと見守ってほしいなというふうに思います。旭川空港は、年間の利用者数が100万人と結構多くのお客様に利用いただいております。で、平成27年度は国内線国際線合わせて約116万人の、お客様に利用いただきました。で、旭川空港は、まあ、道北の拠点として、まあ、観光と物流の、重要な、施設として、まあ、使われております。旭川空港の国内線は東京羽田を中心に就航しております。国際線は中国、台湾、韓国ですねの就航実績があります。旭川空港は北海道の中心に位置して東北圏の空の玄関口として利用していただいております。で、空港から観光スポット意外とたくさんあってですね、美瑛や富良野、あと旭山動物園も、ございます。あと就航率なんですけども、旭川空港は結構就航率が良くて、2015年度の就航率は 99.1% と、旭川は雪結構降る町なんですけども、除雪体制がしっかりしているので、高い就航率を、誇っております。平成30年度に、国際線が増築される予定です。で、その翌年の平成31年度に既存島のですね、フードコートを中心とした商業エリアのオープンが予定されております。まあ、北北海道の名品がこう集結することになると思うので、皆さん楽しみにしていただければと思います。平成30年度には国際線ターミナルビルのオープン、平成31年度にはフードコートの商業エリアのオープンが予定しております。さらに快適で利用しやすい空港を目指していきますので、皆さんのお越しをお待ちしております。よろしくお願いします。